はい、マスオゲームズでーす。はい、今回はですね、こちらのゲームやっていきたいと思います。その名もウィニングハンドでね、今日このゲームをご紹介するにはね、訳があるんですよ。はい、ではね、早速このゲームやっていきましょう。スタート。はい、ということでね、ウィニングハンドを実際にやっていきたいと思います。で、このゲームね、どんなゲームか簡単に紹介すると、ポーカーの要素を含んだトランプ召喚バトルとなっております。まあね、言葉で言ってもね、伝わらないと思うんで実際にやっていきたいんですが、その前にですね、こちら編成札一覧というところからね、なぜ僕がこのゲームをね、紹介したかったかっていうところをね、見ていただきたいと思います。右上わかりますでしょうか。右上です。このね、こちらですよ。僕は絶対に負けないということで、なんとね、 YouTuber ヒカキンがこの度このゲームの中で転職いたしまして、勇者ヒカキンになっております。わー、いつからヒカキン勇者になったんだーい。もうね、何にでもなれそうな気がしますね。はい、かっこいいね。もう一回こう聞こうかな、聞こうか。僕は絶対に負けない。僕は絶対に負けない。僕は絶対に負けないということでね、やっぱ勇者ヒカキンね、すごいね、強いかっこいいキャラクターになっております。でね、今回はこのね、勇者ヒカキンもね、実際に使っていきたいんですが、このね、勇者ヒカキンなんですけど、2018年の1月31日までにこのゲームを開始して、チュートリアルをね、突破した方全員にですね、このね、勇者ヒカキンがもらえるということでですね、ぜひね、皆さんね、このゲームね、いきなりなんですけど、ダウンロードして、チュートリアル突破して、ヒカキンゲットしてみてください。僕は絶対に負けない。まだね、覚醒してないんですけど、ブルーオーブっていうね、なんかいろいろスキルがあるんですけど、この絵札が場にいるときに、自分の幽族が呼び出されると攻撃力、体力アップとか、シンブルオーブっていうね、まあこういうね、能力も持ってるみたいなんですけど、はい、じゃあね、まずこのゲーム、どんなゲームか実際にやっていきましょう。クエストで、ノーマルクエストの今回ね、1の1でいきたいと思います。で、編成がね、1位にあるんですけど、はい、1位でこちらでいきましょう。永遠の序曲ステージ1ということで、はい、今聞いた?もうね、超ね、有名な声優さん、皆さんがね、聞き覚えがあるあの声優さんが、はい、このゲームね、担当してくださってますね。では、まずはですね、こういう風にね、回します。で、宝箱をゲットしたんですけど、はい、もう一回。3!ということで、ここに行くと、なんと、ボスバトルでございます。デビル・ガーゴイルとの戦い。さあ、やっていきましょう。で、まずはですね、このね、ゲーム、キャラクターを2枚セットっていうことで、はい、2枚セットするんですけど、僕ね、セットするのやめます。はい、決定。キャラクターがまだセットできます。コラボバトルお返ししますかって、普通ね、こういうこと絶対しないんですよ。絶対2体ぐらいね、セットするんですけど、今回はこれでいきましょう。OK。はい、ということで、相手は2体セットしてるんで、こういう風にね、僕セットしてなかったんで、相手からの攻撃、もろ受けちゃいました。で、僕の HP がね、今180っていうね、やつです。で、相手、ね、こうね、敵、可愛いキャラクター2体いますけど、攻撃力と盾、重々ってなってますね。はい。こういう風にね、キャラをね、こう、召喚できます。で、召喚とかね、出せたりするんですけど、僕は今回ね、召喚してみたいと思います。で、まあ、ね、どういうことかって言ったら、自分の、そのね、手札のね、要素で、こういう風にね、1ペア、2ペア、3カードっていうね、このポーカーの役が揃っていたら、普通にキャラを出すんじゃなくて、召喚というものがね、できるようになってるんですよ。まあ、召喚してみましょう。今、このね、ジャック、数字の11ですね。ジャックが3枚あるんで、3カードっていうね、結構強い役が揃ってるんで、これで、オルトロスを召喚します。じゃーん。あん、あん、かわいい。でですね、この、オルトロスで攻撃します。
まあ、直接ね、本当はね、あの敵に攻撃したいところなんですが、まあね、このね、相手のキャラたちが、こうね、盾になっちゃうんで、まあ、まずはこいつらを倒していきます。バフンと。イェーイ。で、攻撃力がこの剣のマーク。で、盾が、あの、召喚だったりとか、あとキャラクターの HP みたいなね、感覚ですね。はい、じゃあ一回これでターン終了しましょう。まあ、どういうことかね、次のターンでわかると思うんですが、相手が、攻撃力10なんで、僕を攻撃してくるんですけど、逆に返り討ち。ですが、さっき召喚したこのキャラの、その盾のところがね、25ってことで、今攻撃された分減ってっちゃうんですね。はい。まあ、こういう風に、その召喚だったりね、出したキャラクター。じゃあ今回このキャラクターね、出しましょうか。で、ね、これ今普通に出したキャラクターですね。はい、このね、あのカードを使いたいと思います。まあ、自分の場の地札。まあね、地札ってあの6とかね、そういうカードですね。1体の攻撃力アップってことで、このキャラクターの攻撃力アップ。はい、さらに、防御力、体力アップですね。はい、こういう風に、まあ、いろんな要素をね、カードがあるんですよ。はい、では、直接攻撃ができるんで、こういう風な感じで、相手を攻撃していきましょう。ターン終了。続いて、相手のターンなんですが、どう来るかな。まあ、正直僕の方が、攻撃力も体力もあるんで、もうね、相手もう何もできない状態ですね。はい。もう、召喚できる、7のね、これが2枚あるんで2ペアって、あ、1ペアですね。1ペアってことでシルフを召喚しましょう。やっほー。まあ召喚する必要なかったんですけど、こんな感じで、うん、あの戦っていくゲームになります。まあ、このポーカーの要素をね、組み合わせた召喚っていうのがね、また面白い。一発逆転もね、あり得るっていうね、そういうところがね、またいいゲームですね。では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 、続いてもう一回だけね、対戦していきたいと思います。ノーマルクエスト。で、さらにですね、やっぱりね、ポーカー、ね、そういうトランプっていうことで、まあ、トランプにはね、必要不可欠なカードが実はあるんですよ。それがですね、ジョーカーがね、このゲームすごくね、大事な要素になっていて、このステージではね、そのジョーカーがどういう風に大事なのかっていうのをね、皆さんにね、こうお見せできちゃう、うん、感じなんです。はい、じゃあね、ボスまで行きましょう。サラサラサラっと。よし、ボスバトル、デビルガーゴイル。ということで、こちらで行きましょう。キャラクターを2枚セット。で、今回ね、ジョーカータイムっていうのがね、ありでね、設定してます。じゃあキャラクターを、さっきはね、セットできなかったんですけど、今回はこの2枚をセットした状態で、スタートしていきましょう。ということで、自分のターン。まあ、これ、返り討ちにあっちゃうんだよな。難しいところなんだよな。まあ、とりあえず、1体、こういう風にしときましょうか。はい、これで、相打ち。これで僕が攻撃すると、まあ、食らっちゃうんだよな。まあ、いいや、一回これでターン終了しましょう。で、相手のターンです。相手のキャラが、体力15なんですよ。で、これね、倒しきれないんですね、僕。で、僕のターンなんですけど、あ、来た！ジョーカータイム！これね、どういうことかと言いますと、まあ、ジョーカーを何枚獲得できるかっていうね、そういうね、こう、なんていうのかな、時間になります。で、今、2分の1で、ジョーカーが獲得できるってことで、右か左か選ぶんですけど、どうしようかな、俺、僕は左にする。ゴー！よっしゃー！ジョーカー獲得。で、続いてがですね、3分の1。真ん中。おー！すごい！次が、なんとなく一番右。おー！すごい！やばくね？じゃあ次、左から、左上の2番目。か、もうわかんない。おー！コンプリートだって！奇跡なんだけど！俺、このゲーム結構やってるけど、こんなことは初めてだよ！そういうことで、ジョーカーが加わったんで、召喚しましょうか。
で、こういう風にジョーカーを加えて、これはできないか、いやー、はい、これで召喚ができちゃいます。これ食べていいの？よーし、じゃあこれで、攻撃しちゃいましょう。ゴー。いや、このね、いい役が揃って召喚できたときは非常にね、強いキャラクターがね、こう出せます。で、相手がね、こう攻撃してくるんですけど、こっちのね、召喚のね、そのキャラクターの体力が多い。うわすげえ、5カード。さっき、そのジョーカータイムでジョーカー出しまくったでしょ。だから、これ5枚、5カードってやば！ギャラクシーバハムート！かっこよすぎだろ、これ。ちょっと、初めて出すかもしんない、これ。究極大召喚！すげえ！おー！やば！かっこいい！一発やん、これ。ワンパン。うい！強っ！いや、まあね、さっきのジョーカータイム、運がね、完全に味方してくれたんですけど、まあこういう風にね、運も味方すると、すごくね、いい状態でこうね、プレイができるってことなんですけど、すごかったね。俺初めてだよ、ほんと。まあちょっとね、ヒカキン出てこなかったんですけど、まあヒカキンを実際に出して、簡単にね、15-15なんでやられちゃうこともあるんですけど、やられちゃうこともあるし、普通にね、役にしちゃって普通に召喚することもあるんですけど、まあね、とても勇者ヒカキン強いんで勇者ですから、ヒカキンは勇者ですから、すごく強いんで、はい、ぜひね、皆さんもね、ゲットしてみてください。じゃあ最後にですね、こちらガチャ行きたいと思います。で、四大天使の恵みっていうことで、ガブリエル、ラファエルね、こういうね、レアキャラがいっぱいいるんで、こちらね、1枚でもいいから SR が当たったらいいなっていう形でやっていきたいと思います。では10連ガチャプラス1いきましょう。ガチャを回す、ゴー。バン、お、虹色に光ったよ。持ってないのが出た、持ってないのが出たな。おおおお、いろいろ出るぞ。おSR トリプルドロー、手札から2枚選択して捨てる、カードを3枚ドローする、これ強いね。はい、続いて HR、 おー、まあ、結構出ますね。で、実はですね、このガチャなんですけど、5枚で1回なんですよ。1回のガチャで5枚出てくるってことで、まだこれ2連なんですよね。はい、まあ、だからあと7回こんな感じであるんですけど。おお、ブースト、おお、ウリエルが出た。覚醒するとこういう風にスキルが使えます。ひょっとせ、あー、かわいい。このキャさゲームかわいいキャラクター多いね。はい、持っていこう。はい、ガンガンいこう。はい、いこう。おお、アルテミス。ああ、自分の神族が呼び出されると10回復ってことで、おお、すごいね。なんか今回神引きしてるんじゃない俺。おお、クフリン王族ってことでね。すごいんだけど、こんな出ていいの。おお、ジャンヌダルク、なんてこったい。どえらいの出たぞ、本当にすごすぎ。あ、出ないこともあるね。いや、出すぎなんじゃない今のところ。あー、やっぱこれが普通なんだね。出るかな。あー、お、あ、これがラスト1回のやつかな。なにこれ、なにこれ。おお、おお、おお、ミカエル、すごいの出たな、本当に。いや、すごかったよ、めちゃくちゃ出た。
で、こういうキャラクターたち出たのを最高編成ってやると、なんと一番ね、今いいこう編成が簡単にね組めてしまうんで、あのどのキャラがね分かんないっていう状態でも一応ね、あの使うことができるんで、はい、とってもね、あの初心者でもねやりやすいゲームだと思います。いや、すごかったですね今回ね。はい、ということでですね、今回はこちらウィニングハンドをご紹介していきました。ぜひね、皆さんね、動画概要欄にねダウンロードリンクがありますので、そちらからね皆さんもやってみてください。で、最後にですね、もう一度ね、あのご紹介するんですが、あの2018年1月31日までにあのゲームを開始してチュートリアルを突破すると、勇者ヒカキンがもらえます。さらにですね、あのヒカキンはね、勇者にだけではねやっぱりね満足しなかったようで、なんと1月上旬にですね、あのヒカキンね魔人になるみたいです。はい、こちらですね、ヒカキン魔人を倒せコラボクエストが開催されるということでね、ボスとしてヒカキン魔人が登場するクエストもあるようです。ヒカキン何にでもなれるな今度は魔人かとね、どんな風にねなるのかすごく楽しみなんで、はい、ぜひね、それも皆さん楽しみにしていてください。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。